9つのクラスに合わせて51段257名のチームが参加します。そんな時、チームやドライバー、誰が出てるのかなとかチェックしたい方いらっしゃるんじゃないですか。そんな時にじゃん、あ、待って、皆さん、もうお持ちですよね。うん、お持ちですね。はい、こちらは今回は人気カー雑誌ベストカーとのコラボもあり、読み応え十分です。はい、レースの見どころはもちろん、イベントについても紹介しています。町内各所1冊1000円で販売しています。チェックしてみてください。はい、続いてイベントについてご紹介します。今回ね、たくさんイベントあるんですよ。うん、まずは熱気球見ながらって本当にそんな体験できないですよね。本当素敵な体験ですね。うん、今日はこの後18時から21時までと、明日早朝の4時から10時まで、予定しております。こちらの駐車場で開催しています。1回の飛行は約5分間となっており、大人は2500円、中学生以下は1500円となっています。こちらはね、雨が降ったり風が出たりするとなくなっちゃう時もあるので、もしね、今乗れるぞって時、ぜひ皆さん今だって乗ってみてください。はい、続いてはゆるキャンとクリスピードウェイのコラボイベントをご紹介します。はい、SFW 限定のオリジナルデフォルメイラスト初披露やラッピングカーも登場します。はい、会場限定オリジナルグッズの販売やアニメのビジュアルイラスト、設定画なども特別展示しています。こちらも美味しいお酒やご飯、そして音楽を楽しみながら、私ね、大好きな手作りキャンドル体験できるそうなんですよ。行ってみたいね。ねえ、こちらのイベントエリアの電気もトヨタ未来で給電しても賄っているそうです。そうなんだ、すごいよね。すごいね。ご用意してます。これもね、トヨタ未来になってるので、ぜひ皆さんこの機会に乗ってほしいなって、はい、思います。 TGR ブースから乗れますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、続いては20時から花火が上がります。皆さんこれ楽しみにしてる方多いんじゃないですか。どうですか。はい、20時から15分を15分間を予定しております。はい、ちょっとね、雨が降ってしまうので中止の可能性もあります。行われます。こちらは一夜限りの野外映画館です。今回はあの名作のルパン三世カリオストロの城を無料で上映しています。はい、こちらの映画もトヨタ未来で給電して上映してます。すごいね。今レースで、はい、参戦しての水素エンジン搭載車があるんですけど、それは世界初のことみたいなんですね。皆さん、明日でチェックしてみてください。まあ、今からでもね、チェックできますね。よろしくお願いします。お願いします。その他にもたくさん、盛りだくさんイベントたくさんあるんですよね。ナポック協賛企業に
出店ブースやアクティブ働く車の展示、そしてキャンピングカービレッジなど本当にいっぱいの、ね、イベントが開催されてるんですよ。はい、それとベースクリーンステージもありますね。もうこの後ですね。そうですね。間違えると思います。はい、はい、今ねイベントたくさんあげたので皆さん思い切れないと思うんですけれども、総合案内所にリーフレットがあるので安心です。皆さんそちらでチェックしてみてください。オートバックススーパー GT ラウンド8富士 GT 300キロレースを予定しています。今後の富士スピードウェイに関する詳細は公式サイト SNS をご覧ください。はい、クレインズブログも毎日開催期間中は毎日上げてるのでぜひチェックしてみてください。チェックしてください。お願いします。はい、それでは皆様お待ちかねですよね。はい、今からねフォトセッションに参りたいと思います。いただいたり、それがすごい嬉しいです。